新型コロナウイルス対策を再び強化する台湾・新北市で3日、ライトアップされた巨大なクリスマスツリーを公開する毎年恒例のイベントが始まりました感染の拡大を防ぐため会場周辺の売店に入るときには実名の登録や検温、消毒が求められています。 台湾では、新型コロナのデルタ株が発見された5月から8月にかけて感染が拡大しましたが、9月以降、市中感染の数をほぼゼロに抑え込んでいます。ただ、世界でのオミクロン株の広がりなどを受け、台湾の中央感染症指揮センターは、イベント会場での食べ歩きを禁止し、マスクの常時着用を義務付けるなど、再び対策を強化するよう指示しています。